ほらー、え、嘘、匠、橋本。ブラジルの皆さん、こんばんは。橋本匠です。山地学ぶこと橋本匠です。ブラジルは4年ぶりになるんですけど、中止になってからもう3年ですね経って、やっとコロナも明けて、ブラジルに行くことができました。できます。なので、頑張ってイベント成功させたいと思ってます。でも、3年前行った時には、結構ね、山地学ぶって分かってくれる人が少なくて、言うと、あ、山地学ぶだ、学ぶって言ってくれる人がいっぱいいたので、そういう風に見て分かってくれる人がたくさん増えればいいなと思ってます。それなので皆さん、どうぞ会場に来て、一緒に楽しんでください。筒井さんと渡さんとその他の先輩の方々とみんなで頑張ってイベントを成功させます。皆さん応援して会場に来てください。それじゃあまたね、バイバーイ。